よっしゃ、行きましょう。まあ、探索って感じだよね。街ブラ動画みたいな感じになってますけど、はい。氷のね、国をこう、街ブラするみたいな感じですけど、まあ、たまにはそんなのもいいでしょう。僕もね、ちょっとね、最近疲れ溜まってますから、この、癒される音楽とともにですね、お届けしたいなと思いますけど、よし、オッケー。とりあえず適当ですよ、これ。進んでる方向。もう適当、本当に適当です、これ。どこどう進んでいいかわからんもんな。あ、オッケー、レベル23。あ、これ、無知いいな、これ。結構こう、間合いを保てるというか、いいな、これ。なんか、こう、心が痛むけどね、ワンチャンに無知を振るうだなんて、これ。これはダメよ、こういう、本当に。よいしょ。あの、動物いじめのやつって最低だからね、ほんと。オッケー、ナイス。あ、次から次へと出てくるな、ほんとに。なんかあの、レベル上げはほんと困らないって感じだよね。よいしょ。あら、当たんね。あれ当たってるか当たってます？あれ当たってねえよな。あれ当たってない。まあいいか。仲間のお二人が倒してくれるかな。あんまりダメージ入らんね。防御力勝てえのかな、こいつ。あ、ちょっとめんどくせえから、今日言葉、あ、OK、倒した。西の方に来てますが、どうなのよと。どうなのよと。あー、めんどくせえ。めんどくせえ。えい。えい。えい。こっちは行き止まり。まあ、分かれ道多いようだけど、でも実際は、一本道的な、こともあるからな。よいしょ。ああ、またなんかあの、日の神殿にいたようなやつ出てきたね、これ。氷板みたいな。あ、ちょっと待って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 、血雪がやばい。血雪がやばいですよ、と。よいしょ。こいつ魔法じゃないと効かないのかな？物理全然入らないよね。いや、じゃあ無視していこうぜ。ちょっといいからいいから。いいから。無視。もう真面目にね、倒しに行こうとするから。ちょっとね、ずるくかかなきゃダメですよ。力抜くとき抜かないと。何でもこう真面目にやるんだから。ほんとにもうこれ。まあ、いますけどね、会社とかでも。本当に真面目な人ってね、こう、何でも仕事、常に全力みたいな。いや、力抜くとき抜きましょうよっていう。いいからいいから。こっちかな？来た。ボス戦だ。もういきなりだよね。本当に。もう、いいんだけどさ。もういいんだけどね。前作からもう、もう経験してるからいいんですけど、いいんですけど、なんか特攻になる魔法ってないよね、多分。どうなんすかね。サンダーボルトは効くか。どんぐらい入る？あ、1だってダメ、これ。ダメ。じゃあ、エアブラストもダメだ。よな、多分な。1、はい。じゃあさ、ここしかね、ダイヤミサイル。ダイヤミサイルいけ。1! いやー、魔法全然ダメってこと？あ、これ開いてるときじゃなきゃ、いや、違うか。そういうわけじゃないのか。
いやー、これ汚ねえよな。アシッドストーム防御力ダウンで、ダウンでこれ、いやこのやっぱ開いてる時じゃないと効かないのかな、ちょっとわからんな。ちょっと開いてる時を待とうか。あーやっぱそれっぽいな。開いてるタイミングで攻撃しなきゃダメってこと？おお、ちょっとちょっとちょっと、いきなり、なになになに、こいつは殴っても、殴ってもってか上か、ここか。オッケーオッケー、入った入った入った。そっかそっか、多分いつでも、いつでもってわけじゃねえのか。俺は攻撃しても無駄なのか。オッケー、開いた時じゃないとダメなのか。この開いたタイミングで、じゃあサンサに魔法を打たせたら、あーもうちょっとダメだけど、じゃあこれでどうよ。1か。いやー、どうなんすかね。難しいね。いくぜ、うら、よしよしよし、くらったくらった。もうこれで殴って倒すしかねえな。さあ開けよう、うら、オッケーオッケー、これでもう倒すしかねえ。主人公の火力で倒すしかないかな。まあ多分ね、もっと効率のいい倒し方ってあるのかもしれないけど、現状これでいきますわ。溜めて3段階、ちょうどこう溜まった頃に開くんで OK。 こういう感じでこれで倒していこう。どこだ、上か、あ、ここ、あ、違うな、上だな。ちょっとついてこいよ、ほら。次、来た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 、溜まった頃にオープン。くざー、入ってねー。なんかタイミング合わねえんだよな。他のキャラがね、攻撃するとね、ダメージ食らうとまた、よいしょ、食らったか。あ、オッケーオッケーオッケー、倒した倒した。あのサイドにいる、あのなんかツタみたいなやつ、あれねえ、攻撃してもダメージ食らってたのかな。よくわかんねえな、本当に。わかんないけど、まあ倒せたからいいや。オッケー、やったー。オッケー。弓矢、オッケー、あざーす。ほんで、お、これが南国っぽい、ここなのかな。ここは氷の中の南国村。どうだい、あったかいだろう。なんかこう嫌だけどね、多分ね。この村入った瞬間、うわっみたいな、熱っみたいな、そういう感じなんじゃないこれ。なんだお前ら、なんだ、なんだ君はってか。どっかで会わなかった、まあいいか。それよりちょっとこのストーブ見ててくれないか。時々叩くだけで燃料いらずさ。じゃあよろしく。丸投げ、旅人に丸投げだよ。素性も知らない人に、これ。あ、このストーブで、これ、この南国をこう維持してんのか？何か音がする、開け、いや、開けない方がいいんじゃない？ちょっと待って。まだ探索とかも進んでないんでね。本当の金持ちは、人とは違うことに金をかけるのさ。あー、でもなんとなくわかるかな。周りは吹雪でも、ここはいつでもポッカポカよ。なんて贅沢なのかしら。おほほほほ。はい。この村はまだできたてなの。私も最近こうしてきたばかり。はあ、なるほどね。また出た瞬間寒いんだろうな。うわ、寒って今度こうなるわけよ。なかなかそのね、気温の、なんて言うんだろうね。本当、なかなか体に負担が来るわけですよ。
今黄金島、黄金島ではこのリゾート地に別荘を持つことが最高のステータスなの。はあ、なるほどね。黄金の島、ゴールドシティから引っ越してきたんだ。はあ、なるほどね。まあ、いずれ行くことになるのかな。世界は広いですね。はい、まあ、その割にでもなんか建物とか少ないけどね。まあ、リゾート地だからこんなもんなのかな。はい。お頭のリゾート地計画は大成功。お頭さん。お頭も人使い荒いからな。サボってるとすぐとやされる。ちゃんとストーブ見ててくれよ。ストーブが明るいなって。お頭さんってどういう人なんだろうね。あ、なんか北の方に抜け道あるな。なるほどね。ちょっと宿屋とかなくない？ほほほ、この別荘はなかなか快適ね。はい。そう？そうか。そうでもなくない？徒歩女房の見栄っ張りのおかげでこんなところに家を買わされてしまった。借金地獄ですね。まあ、ブーム差あれば多分ね、あっという間に廃れちゃうんだけどね。僕のね、住んでる地域の近くにも、なんだろう、別荘がすごくこう、並んでるところあるんですよ。スキーとか流行った時に、まあ、できたリゾート地なのかな。今はもう全然、人が出入りしてる気配もなくて、ただただ昔のお金持ちの人が買ったような別荘だけがね、こう、たたずんでるというか、そういうところもありますよ、ほんと。はい、ちょ、このストーブ、手かけてみようか。何が起こるんだ、これ。いきなり爆発とかやめてくれよ、これ。はい、開けてみようか。はい、開ける。まさかのだよ、これ。おっと、プハタ助かった、ありがとう。俺は火の精霊。ほう、サラマンダー、お前、ここにいたの？なるほど、やっと自由になれたかと思うと、燃えろぜ、畜生。うお、暴れ足りねえ。よし、お前たちに力を貸すぜ、せいぜい使って暴れてくれよ。うりゃ、ファイヤー。熱苦しい、こいつ。松岡修造みたい。あ、これで寒くなるのかな、やっぱり。なんてこった、またお前たちかい。この同時気がつかなかったのかい。はい、すいません。きー、本当にもうせっかくの金儲けがみんな逃げちゃったよ。何、火のマナ神殿の趣旨知らないね。もうマナの趣旨はこりごりだよ。そういや、サラマンダー捕めに行った時に変なじいさんがいたよ。えい、何を親切に教えてるんだい。面白いな、こいつら。もう覚えてらっしゃい。なんか、あれだよね。この作品の敵キャラって、いまいちこう、憎めない感じの、敵キャラ、多いよね。ファイナルファンタジーとかは、もう本当の、なんて言うんだろう、極悪人とかさ。まあ、その、シリーズ進んでいくごとに、各その、シリーズのラスボスも、まあ、背景っていうか、ね、そういうのもあったりするんだけど、まあでも基本的にやっぱり、なんていうのかな、この作品の悪者ってなんか憎めない感じのキャラクターが多いよね。まあまあまあ、どうでもいいんだけどさ、どうでもいいんだけど、まあそれがまた面白いよね。ちょっと亀さんはなかなか長期戦になるから。こっちは何やんだろう。この先ってまだなんかあんのかな。そういえばなんかじいさんがどうとか言ってたもんな。うん、そのじいさんが種持ってっちゃったのかな。今度は種探しでは多分、いやでも火の精霊は見つけたけども、火の精霊で火の神殿のマグマ突破できんのかな。どうなのかね。いけんのかな。OK。北か東か。
ち。あー、亀さんいっぱいだ。あ、戻ってきたのかな？違うかな？いや、違うか。戻ってきたではないのか？ちょっとどこに向かってるのかさっぱりわからんけど、あっ！ぼったくり。ぼったくり。あ、でもこれセーブしろってことなのかな？これもしかして。もしかして、そういうことなのかな？装備はまあ特に変わらんけどね。ちょっとこれ怖いからセーブしとくか。そうしようか。なんかまだボス出る可能性もあるからね。連戦？その可能性もあるから、まあ、ちょっとセーブしといて。で、右の方に行くと、あ、こっちから行けねえんだ。いや、あるよね。その可能性あるよね。この作品、連戦とかやらせるからな。技レベルがアップ、無知1、OK。よいしょ。よいしょ。ちょっと溜めてみようか。どういう技が。OK。まあ、特によくわからんけど。よし。はい。どうなる？どうなるんだ？バトルなんのか？なんのかなんのか？くそ。犬強え。犬強い。亀はもう、自分だけ助かりたいがために回復。俺だけでも助かりたいみたいな。いいよ、亀いいよ、無視しようぜ。亀のやつは無視しようぜ。あ、これ、氷の神殿的な感じだよね、多分ね。氷の神殿的な、だよね。ちょっと待てよ、これ亀さんね。くそ、こいつずるいんだよ。これもうあの、これで回復もしてくるからずるいんだよ、ほんとに。よいしょ。あれ、プーンなって、プーンなりますけど、これよくわかんねえな。プーンなりますけど、いいのかな、これで。スイッチ押したことになってるかね。この亀戦いにくい、本当に。これこの高麗になって飛んでくる間はもう無敵状態だからね。あ、あ、あ、オッケー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 。さあ、行こう行こう行こう。あー、こいつも無視。いやー、また亀しかいねえ、これ。亀しかいないぜ。あーあー、雪だるまなっちゃった、これなっちゃった。押して、基本的にもう無視して。あー、くそ。こっち来い、こっち来い、いいからこっち来いよ。ダメだ、千雪がもうね、絶対こいつ倒したるっていう、この確固たるもう強い意志を感じますよ、これ。よいしょ。あー、ちょっと戻りたくない、戻りたくない。どうしよう、こいつ倒すか、これ。倒すか。 OK。 レベルアップ、レベル24。これはなんかギミックだらけって感じだよね。あ、これ何、敵か、ただの敵か。ギミックだらけ。あれ、ルート的にこっちで合ってんの、合ってんのか。これなんかすげえ戦いにくい。あー、すげえ戦いにくい。ダメージが与えられない。くそ、この野郎ごっそり持ってきやがって。こっちはいけねえなー。いや、敵強い、これ。くそ、死神なっちゃったし、もうこれ早く早く早く、いいから無視してこい。こっち来い、こっち来い。よっしゃ、これなんだ、これ。いろいろギミックが
用意されてますね。ここで機械していいものなのかどうなのか。うわーこれ。なんかあるんだろうな。なんかあるんだろうなって、なんか抽象的な表現しかできないけど。いやーこれ先進めないっすね。どうしたもんかな。なんかこうか。こう、ん？うわー魔法うぜえわこれ。ちょっと無視して進みたい。構わなくていいからこっち来てくれ。構わなくていいからこっち来てくれ。よし振り切る。なに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 、閉じ込められた？閉じ込められちゃった。これを2つ押せってか。あーほんとはもうこれ、わーもうこれ即死じゃん。これ即死。うわこれボス戦。はいボス戦ですよこれ。またまあこうなる予感はしてたけどね。こうなる予感はしてましたけどね。くるみ食わせてやるか。はいはい。でもって回復したいよな。よいしょ。ちょっと魔法どうする、使ってみましょうか。ファイヤーボールエクスプロード、ラーバウェイブ、パワーウェーブみたいな。ちょっと何をどう使っていいか分からんけど、どうだろう。まあって感じだな。ファイヤーボール、まあ多分ファイヤーボールの方が若干威力落ちんのかな。あそうでもないな、そうでもないな。でこれはエクスプロード、これは何、これは、はい、まあ全部まあまあって感じだけども、まあ威力的にはファイアボールでいいんじゃねえのって感じする。消費 MP と与えるダメージ見る限りだとファイアボール連打でいいんじゃねえかな。よいしょ。どうよどうよどうよ。いやいいよねこれでね。食いやがった、食われてるぞ、血雪が食われてるぞ。 OK でそろそろ MP なくなんじゃない。なくなった、じゃあ自分でくるみ食ってくれって感じ。くるみを食って、あーヒールウォーターもやってくんのかい、めんどくさ。あらちょっと待って、主人公食われてる間ちょっと指示出せねえな。ファイアボール、基本的にじゃあファイアボール連打でいいかい。ちょっと待って、主人公ちょっと外出れねえぞ。あ出てきた。はい、うわちょっと待って、ほら三差はねちょっと魔法連打で頼むよ。いやちょっとヒールウォーターやめてほしいなこれ。ヒールウォーター来る前だからもうあれだよね、もう魔法連打って感じだよな。よいしょ。もう三差がいないとね、ボス倒せないっすよ、ほんと。はい、もうファイアボール連打。はい。どうだ？まだ倒せないか。それとも一体ずつ倒した方がいいのかな？どうなのよ、どうなのよ。まあ最悪くるみ全部使っちゃってもいいとすら思ってはいるけど、あ一体倒してる、あ一体倒してるな。オッケーオッケーオッケー、これでだいぶ楽なんじゃねえの。あーしょ、魔法使えねえ、魔法あと一発か。よいしょ。でまたくるみ食わせる。あオッケー、あと一発。
よし。いいかな？倒したかな？え？え？それだけ？え？それだけ？あ、もしかしてこれ、また、もう片方行かなきゃいけない。行ってない方か。行ってない方行かなきゃいけないのかな。ちょっと一回無視して来てくれ。うわー、くっそこれ。こっち来い。いいから来い。いいから来い。いいから来てくれよ、もう。ほんとに。来い。回避とかにした方がいいのかな。うわー、これ。うわ、これ、回避とかにした方、来てくれるのかな？来い来い来い、いい、無視無視無視。どっちだっけ？こっちか。あれ？違う？こうか。こうか、オッケー。多分だけど、右の方行ってないもんね。この右の方。あれ？いいから、いいから。いいから構わなくていいから。うん、これ右の方行ってないから、こっち行かなきゃダメなんじゃないの？いや、といってももう余力ねえぞ。結構もう魔法連打してくるみも使っちゃったし、あと2個ぐらいのでも残ってたかな。あら、宝箱だ。よいしょ。グラブのパワーアップ。これだけか。わからん。わからんけど、いいのかな、あと戻っても。いいのかな。だからボス戦、今のがボス戦で、倒してもその武器レベルアップ。武器パワーアップの恩恵っていうか得点もらえなかったけど、まあ結果宝箱でもらったんでって感じなのかな？なのかな？多分。ということにしようか。そうしようか。はい、じゃあ戻ります。これでさ、じゃあさ、もういいんじゃない？氷の国はもういらないんじゃない？どうなんすかね、どうなんすかね。ちょっと一回セーブするか。ぼったくりの店でセーブするか。これだよな、多分これで。だから日の神殿戻って、サラマンダーの魔法ぶつけてやればいけるんじゃないのかな、多分。相反する氷の魔法を打つんじゃなくて、炎の魔法を打てば、あの溶岩地帯突破できるんじゃないのかな。まあ、試してみる価値はあるよな。はい、まあいいや。じゃあそういうことで、とりあえずここでセーブして、はい、一旦また区切りましょう。じゃあ次はもう一回あの火の神殿目指していこうか。でサラマンダーの魔法を打ってみて、それでもダメだったらもう一回戻ってくるかな。うん、そうしようか。あの、なんか喋るトナカイ、あいつもなんかあれだよね。もしかしてサラマンダーのことをさらわれたとか、なんとか言ってたけど、サラマンダーのことなのかもしれないし、ご主人様って言ってたけど、ご主人様的な感じかな。一回そのトナカイにもアクセスしてみて、とかそういう感じかな。大砲屋も、まあいたから、大砲屋でも元にもね、あの、カッカラ砂漠の方に戻っていくんだと思うんだけど、はい。まあ、とりあえず、次回そんな展開になるかな。よし。じゃあ、とりあえず今回ここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。